なしださんには頭がないやろ、ええ、あんた。鎧いっぱいつけてたんで。なはちょっと少なかった。やっぱりね、やっぱピッチャーが強いーーてて、ピッチャーしっていうのは、どうですかね。皆さん、こんにちは。スパイヤチャンネルの糸井吉雄です。今回のゲストは、超人糸井吉雄の生みの親でもある、なしだ正隆さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。<laughs> <laughs> もうね、いや梨田正孝さんっていう時点で僕はもう緊張してるんですけど僕は監督ってしか言ったことがないんで <laughs>、はいえー、僕が野手転向して、ね、スタメンで使っていただいた監督ということで今日はすごい緊張してますい,やいいい出会いというかね <laughs> 今まで、ね、これだけポテンシャルの高い身体能力の高い選手って、はい、そう見たことないのね。 いやでも、ピッチャーから野手に転向して間もない、ただの頭のちょっと悪いね、野球選手をスタメンで使っていただいたっていうのは、もうすごい感謝してますし、もう親にももうそれは今でも言われてます。<の>梨田さんには頭開かないやろ、あんた。<laughs> あのね、外側に鎧いっぱいつけてたんでね、中ちょっと少なかったんで。中少なめでした。でもね、あらかになった時のあの綺麗な体ね。いやいやもう本当 ヘラプレスどころかかねねそうでですす <laughs> <laughs> だからもう宇宙人っていうのぴったりかもわからないですけど、はい、本当にあの惚れ込みましたねだから扇明さんっていうね近鉄オリックスで監督された扇さんは、はい、サインがわからない人は使わなかった、はい、大嫌いだった、はい、で僕は<る>あの西本幸雄さん扇さんに教えていただいて監督になったから、はいはい、西本さんのいいとこと扇さんのいいとこを足して やったんだから、はい、扇さんだったら多分使ってなかったと思うんだけどあれ、うん、だけど西本さんの血も入ってるんでああ<ー>やっぱりいいものは使わなくちゃいけないっていうね。ななんかか僕はサインがわらない みた時々時々ですよサムタイムっていう感じでねずっと分からないわけじゃなかったんですけね時々アウトカウントを間違ったりというね怒りたいけど怒れないようなねなんかこうベンチがほのぼのするような感じじゃあいいってことですねほのぼのしたということそうリラックスさせて下っていうねなるほど時々怒ってましたけどね それがやっぱりね、やっぱり優勝につながったんでそのとおり。ということで、本日やっていく企画は、2024年のペナントレースの展望といいますか、セ・リーグ、パ・リーグ合わしてね、これはね、非常に難しいと思うけど、去年のタイガースの優勝と、オリックス、パ・リーグの優勝は、分かりやすかった、もう決めて、当たったんでね。 日本シリーズもどちらがどうなるかって言ったら4勝3敗でちょめちょめという感じで言えないるほど。言ったら大変なことになるいやオリックスって言ったらタイガースファンを怒るしタイガースって言ったらオリックスファンを怒るしだから4勝3敗7戦までいくとファンの人も喜ぶしいや僕も7戦まで行くなとは思ってたんですけどそれを先にはないかいのあっそうですね 初戦のあの山本洋信投手はあの乱調と言いますか打ち崩したと言いますかね、あのタイガースがあれはちょっと想定外でしたね、うん。うん、たね,ね、想定外だけどやっぱり悪かったね。はい、悪かった。肩部がね <laughs> 全然立てに落ちない曲がらないや入らない。でね、だん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 ,だん腕が下がってまっすぐはシュート気味に。 そうですね切ってた回転でね、山本由伸投手、今年最初は良かったけど、2回目の時はかなり腕下がったんでね、かなり良かったですね、14奪三振、日本シリーズの新記録なんね、ドジャースに行ってからの話をしたんですけど、ちょっと話が飛んでましたね、糸井さんらしくて、腕が下がるとやっぱシュート回転するし、カーブも縦に落ちないんでね、伝えてあげてください。わかりました 一緒にやってるさ、一年ぐらい。やってない。んですやってない。山本忍はやってない。あ、そうなんだ。一緒じゃなくてよかったんだ。え、いやいやいや。僕は暗黒時代ですから。一回任位がありますけど。梨田さんはキャンプ行かれました。え、行ってきましたよ。はい。あのやっぱ。解説者としてのこの。ベテランですけども。もう経験豊富です。ベテランというか。ベテランすぎる。この時期っていうのは、な、何をこう見る。 視点でこう見た方がいいいんですかキャンプ行れたにつもね、ピッチャーまず中心で見ると、ドラフトの上位選手、全部は見れないけど、新戦力、特にね、ピッチャー、それと外国人選手、どうかなっていうね、ただ、昔はね、2、3人しかチームにいなかった外国人選手が、多いところだったら、7、8人とか、日本ハムなんで、かなり取りましたもんね、本気度が 伺えるんですけどそう見るとやっぱりねピッチャーが強いチームっていうのがどうしても優勝に近いなとそうですねやっぱオリックスもそうですしタイガースもやっぱ投手力かなりあいますからそういった意味では分かりやすかったんですね去年は分かりやすかったね今年はちょっと難しいけどねうんじゃあパ・リーグの展望ということでやっぱり中心となるのがオリックスになるんですかね オリックスになる気がしますねオリックスソフトバンクダークホース、うん、日本ハムみたいな感じですけど清宮が元気だったら3位にしてもいいかなと思ったけどキャンプ初日の前の日に怪我です、ねうん、そうね一日もこうキャンプできなかったっていうところは、うん、ちょっと痛いんですけど。 今シーズン、ね、飛躍しそうな年だなと思ってね期待してたんでそういった選手が防げる故障っていうかね<ー>かう不可抗力っていうかもう仕方ないのはいいんだけどどうしてもできないですもんねそ,うその怪我でねあのバッティング結構ね今年25本近く打つんじゃないかってホームランね3割近くでそれは期待してたのにね、うん、去年はサードも守ったりしてね,そうですねちょっと期待したのにちょっとその分だけ。 順位下げて4位にしてしまった。昨年はマンナミ選手がこう。ブレイクしたんですけど。まあ、あと一人二人ぐらいブレイクしたら、本当に日本ハム強いチーム。になるんじゃないかなって僕感じましたね。あの。ピッチャーもね、あの、結構噂は抜けたけど。は崎幸也が。あ、そうで外国人投手も結構いいんでね。バーヘイゲン。バーヘイゲン。あと何人かいますね。そう、ピッチャーも外国人が。バッターではね、レイエス。 っていう。ほら変化球打つのはもすごく前の。えまっすぐはダメなんさ。まっすぐのインコースはちょっと苦しちゃっい。苦しいけど変化球打つのと右の方へホームラン打ちましたもんねエスコンの。うん。これがねすごいそうだね体でかいからバットねおもちゃみたいなバット見えてねまあヤギバッティングコーチにちょっとバットおもちゃみたいなであれ。 あと短いんじゃないいやそんなことないでしょう体でかいからですよで34インチ使ってるかなと思ったら33半だったあ短いんですさすがもう見ただけで分かるっていうそれ短いですねあの体で33.5インチは短い短いですねおもちゃみたいに見えてねなんでやろやっぱこっち嫌なんですかね詰まるのも嫌なんでいやいや腕がやっぱある程度長いから届いちゃう外が届くね このバットが一番自分に合ってるんだっていうね。へえ<ー>。うん、まあでも当たれば名古屋のバックスクリーン超えるようなパワーありますからね。うんうんうん、中田翔以上のパワーあるかわからない。<laughs> うん。まあ名古はね、結構風が,風がだいぶフォローですし、うんうん、狭いから結構行くんですけど、まあでもあのバックスクリーン超えるってなったら、まあ大谷翔平選手か。 まあ、中田翔も、こ、超えてました、ね。超えてた。もう風が良かったら、もうゴールがもう本当海の方うへ行ってしまうで、ね。中田翔もちょっと気になりますね。やっぱね、<laughs> <の>話とるんじゃいますけど <laughs>。梨田さん、時の選手やからね。2>, 2年間使わなかったけど、<laughs> まあ、あの、後でね。<laughs> そうですね。まあ、だから、日本ハムがダークホースで、ちょっと面白いんちゃうかなっていうのは、僕も思ってます。うん、はい。ロフ。ト バンクオリックスはどうですかねオリックスは、ね、<の>やっぱ山本由伸と山崎幸也が2人抜けたことによってそうですよね27勝ぐらいかな、ねうん、はい亡くなったので300イニングぐらい足らなくなったそういうのってやっぱ監督目線からしたらだいぶい,いやもう大誤算ですよ大誤算なんですかピッチャーで300イニング足らないとなるとねこれはねまずは1年間ローテーションで回せるかっていうそこですよね、うんうん、そうだから今山岡を先発に回したりしてるのと 山下俊平たがいて東がいて田島がいて宮城がいてとかになってくるとやっぱ使い回しっていうかね小木田君もひょっとしたら先発に回ったりとかいろんなことを中島監督考えてるんですね外国人も外国人の先発ピッチャーも入ってますもんねエスピノーザーがいるし150キロオーバーのあれも結構良さそうですけどねマチャドだったかなすごくあの。 ディープもいるしエ、はいえー、スピーノーザーとロッテから取ってきた、ね、あの外国人選手もいるんで、はい、結構やりくりはできるんじゃないかっていうね、うん、優勝コースがねやっぱ経験、ね、4連敗可能性十分あるかなというね、はい、で西川龍馬も広島から取ったそうですね天才ね打線はある程度ね固定できるようなはいそうですね、えー、だか DH をうまく使い回していくと、えー、杉本 DH にしたり森 もやをにししたたりりね中島監督ってやっぱ日替わり打線じゃないですけど全然固定しないじゃないですかねえしないね去年ねオリックスとロッテとそれから日ハムこの三チームが140何通りかなもうで阪神の時はねタイガースはだいたい岡田監督が書いていったらみんな当たる当たりますね大体当たるの。 他はもう書かない書いたらまた消さなくちゃいけない選手的にはやっぱ固定された方がいいのかななんかどうなんですかねどうでしょう僕はどっちかっていうと固定する方だったのねああそうですねで4番バッターは右というねああそうなんですか小谷野英一とか高橋真一さん中村紀さんターメルスレッジとかね稲葉もいたけどもはい 4番にするとやっぱり左に強い4番じゃないと左に全く打てなかったらワンポイント出されたりするんでうわそういうあれがあるんですねだから右の方が僕はやりやすかったしだからシンジもそうだし栄一も全部バントもするしサ番でもねうですラサもしたりとかつなぎの4番って言われてたぐらいなんでそういう野球を当時の日本ハムはしていかないとああやっぱりピッチャー良かっただけにねそうですね点が いかに取るか。そう、そういうことでね、いろいろ考えてやって、中島監督も、まあ、大木さんもよくね。打線はもうコロコロ。あ、そうなんですか。もう、とっか控え。昨日四番打ったのに、今日八番。とええ、それは。いや、本当に。ええ、そうなんですか。だから、選手よく間違えても、ネクスオーター入るもおい、違うと、違うと。あ、それは、わかります。何回か。たまに一番とか言ったら、僕、あの、三番よく打ってたんで。 行くの忘れますもん <laughs> えちっ<あ> <laughs> 今日一番やみたいな時があったりしますから、うん、まあでもそれが本当にねこのオリックスはまってるというか、うん、スタメンに出されたらよっしゃーってなるんですかねこ、うん、前日まで分かんないじゃないですか前日がもう当日なのか分からないですけど、うん、結構ねえっていう抜擢、はい、あの池田君とかねあのすごい時に日本シリーズとか他、ね、の一番とかね、はい ああいうことをね<そ>とんでもないことをするんでねそれがまたみんな当たる当たるんすよはい <laughs>、はい、じゃあパ・リーグの順位予想したいなと思うんですけどどういう感じになるんですよね2024年パシフィックリーグ、うん、まずね優勝を決めるというよりも、はい、その去年優勝したチームをどっか追い越すところがあるかなと思うのね先にね。 そうするとオリックスはああやって300イニング山本と山崎幸也選手が抜けたけどもそ,、ねはい、その代わりはうまくね<え>、うん、誰かがこうはまってきそうなねそういう使い方を監督するとう,うまいですからね、うん、ですから僕はオリックスの4連覇の可能性大だとうわー、4連覇なかなかこれできないことですよ、ね、今はもう今の時代難しいですね 1>, <ー>1年続いたら次はもうガクッと落ちたりするんです,けどそうですよね。 ね、お世話になった福良 GM とね中島,中島は、はい、迷惑かけたお二人ですけどもですからまあ僕は優勝は一応オリックスで2位がソフトバンク打線は、ねはい、山川が加入して打線<ー>点は取れるけども先発投手陣が悪すぎる、うん、あ確かにモイネロまでも先発が悪くってきてね技の状態ももう一つ良くないの <laughs> うん、と石川とかね東山、あの辺がいかに頑張るかということで全体的ではないということですね、うん、シアュアとジュニアもいるけども、カイノがね、はい、西武に行ってしまったということで、ちょっと中もそんなに分厚くはないなということで、やっぱりピッチャーがやっぱりいいチームっていうのをね確かにそう言われてみれば、ソフトバンク、ピッチャー陣にちょっとあれですね、不安はあるかもしれないですね、うん。うん そう一応、まあ優勝を追いかける2位というね、ソフトバンクが2位、それを追いかける、追いかけるね、本当はね、清宮元気だったら、本当、3位にしたかったんだけど、日本ハム、いやー、そうでしょ、日本ハムも3位にした清宮が元気であれば、元気であればね、本当に彼がキャンプ前に故障したっていうね、そうですねそれも防げる故障だったっていうね、ことを聞いたんでね。 去年凡詠率が2.7いくつかな西武ライオンズの投手陣が抜群にいいのねもうあのロン毛の2人高橋コーナーはねちょっと今肩の調整で出遅れてるんで平もいるしねああ今井が開幕投手全陣160キロに迫るようなピッチャー先発陣はい隅田もいるでメラっていうピッチャーもね水上もいるって隅田隅田もいるそうなってくると本当に 投手陣は抜群。すごいメンバーですね。ただ長達力がね。えっと新外国人のあのー、大きいアギラーね当たればこの前も横浜スタジアムで売ってましたけど、うん、当たればね。当たればだから当たらないようにするのが <laughs> 日本のバッテリーなの、ね、ローズカブレラを間近で見られてた監督からしたらローズはね頭良かった。あやっぱりそうです。配球を読むのが抜群でまか。 はあ、だらあの日本シリーズでね五十嵐君ってヤクルトにやった時にね、はいえー、6対6からホームランあったかな3塁、はい、ラかっはい、はい、9対6で勝ったのかな、はい、はっきり覚えてないけどバッティングカウントでフォークを狙って打ってるねすごいなかなかできん、うん、それとねやっぱ癖に入れたりするのがうまかったええー、そんなふうに見えないけどめちゃめちゃ見るんですねあもうでバットもねか軽いバット880ぐらいのカでも太いですよね 芯のところだけがプッポガッってふってるロ。ローズはやっぱあ、そうなの、ね。うん。じゃないとあんな何年も続けて日本の野球に対応できないですよね。まあ超西部が三三位。位で四位はねはハムをム三位にしようかと思ったけどハムですね。四、うん、位がハム,ハム。あのレイエスっていうねあの右の <laughs> 大きいね。えー、これがねやっぱ超力もあるんで。 も上手いのやっぱメジャーの経験も豊富で,すね,豊富でね、また、あ、ぶん DH、ファーストは無理かなと思うんだけど、はい、まあ交流戦もあったりするんでね、多少は練習はしてると思うけど、うん、日本は今まで6位が2年続いたけども。はいじゃあ、4位がハム、うん、はいであとロッテ、楽天になるんですけど、はい、5位がロッテですか。ああやっぱりそうですね まあでも昨年の戦い見てたら前半やっぱすごい上位にいたじゃないですかロッ、うん、前半はね非常にいい形できてたんだけど。 やっぱ、ね、先発ピッチャーの枚数がちょっと足らないのと力が落ちてきているのと、はい、やっぱ佐々木朗希投手が本当に、ね、1>, 1年間ローテ守り抜けるようだったら<ー>もっと上にいけると思うけどうう、ね、やっぱり、ね、まだ体が完全にできていないのかやっぱ豆の具合だとかいろんな部分で、ね、あの1年まだ守れないんじゃないかいうそうです、ね、まだ1シーズンやってないですからね、はい、それとまあロッテも長打力不足というようなところが、ねうん、えでも、外選手入りましたよね。 うん、ベイスターズの2年連続ホームランを取ってる選手ですし、まあ、ここ何年かちょっとあんまりよくないんですけどうんあもう2年で、ね、よくないってことはねそんなにはよくないあそうなんですか、うん、もう弱点がばれてるってことですかだ,か、ねうん、だからあんまりこう期待はできないかなっていう<ー>アウトコース外のボールは強いけど、はい、強いですね内側は弱いああさすが名捕手一応外と外をかけたんだけど <laughs> スルーされましたね <laughs> あれ普通に配球のあれ考えてましたすいませんいやいやいいんですよさすがもう外選手は外が弱いダジャレですいや外が強いですね。あ外が強い内をやっぱうまくして外の変化球ね外外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 外にはねはいまあポランコ選手も残ってますしうんポランコ選手もね超ホームラン キングですからね。ま二十六本でしょそ,<う>そんなに言うね。何なんなんすね。二十六本がホームランキングっていう。いや、変な時代になりましたね。いや、本当ですよ。<laughs> だか球場だんだん狭くしてんのに。狭くしてんのに、パリーグの球場。二十六本で三人もホームラン王がいたりとか。二十<ー>何個で取るようが、四人とかね。 なんかレベルがちょっとあれですか僕、ねうん、クイックとかうまくなってるけどなんかね昔のような感じじゃないなっていうね確かにね以前よりなんか魅力なくなったなっていうのはちょっと感じてしまう <laughs> それがやっぱ投手陣のレベルが上がったってことなんで、ね、いやそれはクイックもね速くなってるしキャッチャーのスライディングも良くなっているだんだけど今ちゃんとねリプレイでね、はいうん、検証できるけど僕なんかもうもサンピッとさしたと思うよしと思ったらもう<あ>スライディングする前からセーフってね。 あもう審判も福本さんやからもうセーフやろみたいなそういうのがあるんですねありました福本さんから言いますとそんなことないと俺も俺もセーフだと思ってアウトって言われたことあるってねあ逆もあるとあるとはい面白い話が聞けましたけどということで順位は楽天が最下位楽天が最下位これはねやっぱり松井裕樹が抜けて則本が後ろにいったって先発の田中も マー君もね、あの、クリーニング手術してる、ね。してますね。まあ、前回ちょっと甲子園で見たけど、やっぱボールの切れがもう一つなんで、うん、先発の枚数が足らない,いな。まっすぐはどうですか。まっすぐはすね、ねやっぱり全盛期はね、ギアを入れたら、もう。完璧に、<laughs> 完璧です。もう、もう完全にノーアウト満塁でも、三者連続三振取れるぐらいの、ねえー。そう、そうです、そう。 でまたたあの容感が全然合わなかっね二十何打席ありましたねもうスロー VTR を見てるみたいに同じところ同じように夢に出てくるよう出ましたもんマークの顔がうんそんなこともあったねはい彼もオイシックスっていう新潟のチームに帰ってきましたからねんかねそうい楽しみですけどはいじゃあ以上パ・リーグの順予想でした